さあ、ご飯をよそってご飯が鍋の中に落ちたおいおい、お玉でお肉すくって、もう30秒経ったよ。お肉はどっち？本気出してない、もう。もう一回やらして、もう一回やらして。本気でやるよ。こんにちは、コキ TV のこうちゃんです。グッドボタン押してね。チャンネル登録もお願いします。今回紹介するのはこちら。幼稚園1月号です。もうこの本は1月になっとるよ。年が明けとるね。今回の付録は、これです。お父さんが今すぐえーうーってやりそう。1月号は牛丼作りゲーム。はい、というわけで吉野家とのコラボ付録、付録大盛り。これどっさり、どっさりよね。本当に分厚いもん。わあ、うまそうやね。へい、これは丼。うわー、すごい。これは牛が煮込まれてるところです。これはもうそのまんまだね。うわ、味噌汁。あ、上ご飯もあるよ。ご飯卵。あ、卵もあるね。この箱、何が入っとる？お玉のお皿。ちょっと出してみようか。ドン。大きいね。うん、だって本物もね、47個穴が開いとるんだって。あ、そう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 、お玉のお皿やね。それですくうんやろ。ちょっとこうちゃん、これを見よったら食べたくなってきたんやけど。お父さんもちょっと食べたくなってきたな、牛丼が。クーラー、せっかく来てくれたとこ悪いんやけどさ、ちょっとこの付録を作る前に一回吉野家に食べ行こうか。うん、牛丼。じゃあもう早速吉野家に行こうや。よし、行こう。ちょっと3人で食べ行こう。帰ってきてから作ろう。行ってきます。めっちゃめっちゃ手にくれちゃん。いただきます。おいしい。すごい紅生姜をのせたね。うん、紅生姜大好き。お父さんはサラダセットね。頭を注文したよ。ただいま。苦しかった。こうちゃんは並盛りを食べたね。うん、お母さんも並盛りを。お父さんはね、頭っていうやつ頼んでみた。お肉が大盛りで、ご飯はそのまま。じゃあ付録作ってみようや。よし、じゃあ3人でまた作ろう。イエーイ。クラちゃん、クラも手伝ってね。こうちゃん、抜き取っていくよ。抜き取っていって、こうちゃんは作るから。ねえクラ、波盛りすごい安かったね。波盛りって一番少ないやつ？波盛りは普通、うん、早い、安い、うまいよ。第1号店は築地やったよね、確か。そうそう、築地って、築地って、ね、うん、魚市場。行ったことないね、行ってみたいね。行ってみたい。作り始めます。うわ、長っ。へいへいへい。そんなに長いの？そう。ほらほら、クラは牛丼食べれんもんね。見て。大きいね。お店の人はそんなことせん。じゃあこうちゃんはご飯の大盛り作って。大盛り、お父さんね、今波盛り作りよるんじゃ。こんな感じ、これが波盛り。ちょうど本の上に乗るのね。何か物があるとその上に乗る。宿題、こうちゃんが宿題した時もね、そうそう、教科書の上に乗るよね。へい、ご飯大盛り入れるぜ。はい、ご飯つきましたよ。はい、じゃあこうちゃんには牛肉の波盛りを授けよう。あ、いいね。お肉もどんどん乗せましょう。そう、結構ね、大きい玉ねぎがね、できた。入ってるよね。うん、できた。ご飯はね、しゃもじですくうんよ。しゃもじですくうっていうか、
予想しかないよ。はい、おー、できたね。できたできた。牛肉ご飯のメモリーできました。はい、フォークが完成しました。まず、これが巨大のお玉です。すごい大きいお玉です。50センチ。この大きいのが牛肉と玉ねぎを煮込む鍋です。これが丼の器です。本物の器そっくりよね。ちょうどいいよ、こうちゃんの頭にも。ご飯大盛り&ご飯並盛り、お肉大盛り&お肉並盛り、それと味噌汁、それと卵、これ鉄板。それはしゃもじね。しゃもじ。あとは紅生姜と伝票、メニューがいっぱいあるよ。今回のゲームはその伝票を使って行うよ。どうやって？ババ抜きとか。この伝票、まあまあそんな感じやね。ババ抜きではないけど、この伝票で、この伝票の中から1枚好きなものを引いて、そのメニューを何秒で作れるか、スピード勝負やからね。クラが足を入れて、クラが煮込まれた。ダメダメ。ねー、じゃあちょっと試しにやってみる、こうちゃん。うん、味噌汁&セットとかやらない。そうそう、味噌汁と卵っていうのが書いてあったら、それもね、提供してね。じゃあ測るよ。1分もかからず絶対作ってやる。じゃあ1枚ね。待ってよ待ってよ待ってよ。じゃあ、お、見ちゃいけんよ。よし、まだ見ちゃダメよ。ご飯はしゃもじね。そしてお肉はお玉ね。先に、ちょっと待って、先にこの動画を見てくれてる人のためにこうちゃんが何を作るか見せちょかねえけ。こうちゃんが挑戦するメニューはこちらです。さあ行ってみよう。いやいや、いくよ。せーの、スタート。早く早く、4、5、6、卵できた。さあ、ご飯をよそって。ご飯が鍋の中に落ちた。おいおい。ご飯まみれになるよ。鍋の中が、これは大変だ。よし、さあ入った。お玉でお肉すくって、もう30秒経ったよ。お肉はどっち？波大盛り。上手に乗せて。OK。 はい、で、お待たせしましたって言って出そう。お待たせしました。はい、ただいまの記録52秒。遅いな。だって本気出してないもん。遅い遅い。もう一回やらして、もう一回やらして。もう一回チャンスあげようか。今本気出してないの？いや、やっぱ30秒ぐらいで出したいな。生姜とかは？生姜はね、もうお好みで。さあ、今の記録を超えることができるのか。はい、じゃあお父さんに。おお。はい、何？こうちゃんの2回目の、何これちゃん、メニューはこちら。じゃあ、用意スタートはこうちゃんがやって。用意スタート。これ並盛り。さあ、急いで急いで。10秒。早い、今度は早い。お、さっきより早い。どっちが波？そっちが波？うん。おー、ええよ、いいタイム、いいタイム。はい。おお、早い。19秒。ちょっと、合ってる？ちゃんと、そう、確認せんにはね。頼まれたものじゃないものが出とったら。牛丼並盛り352円。並盛り。ご飯もちゃんと並盛り。ご飯も並盛り。正解。味噌汁65円。味噌汁65円。今のチャレンジは成功です。なんと19秒。おー、19秒。早かったね。じゃあラストね、3回目はこうちゃん10秒で終わらせたい。15秒を切ることができたら、何か食べたいものをご馳走しましょう。見ていいね。まだよ。ラストメニューは、さあ、これをこうちゃんが覚えているかどうか。こうちゃんの3品目はこれです。
さあ行ってみよう。よーい、スタート。うん、大盛り。意味わからん。ちょ待って、卵の大盛りってどういうこと？卵とは書かれてないよ。10、頭。11。ねえちょっと待って、意味がわからんの。頭ってお父さん最初に説明したよ。ちょっと今なしにして。ねえずるい。なんで頭の大盛りってさ、お父さん教えてあげたじゃん。お父さんが頼んだメニュー。ご飯並盛り、肉大盛り。おー正解。よし、じゃあもう一回行こうか。分かったところで行くよ、うん、よーい。もうちょちゃい。もうちょちゃダメじゃん。いいじゃん。そんな店員さんおらんやろ。お客さんが注文するときにもう器持って待っとる人なんかおらんよ。はい、ちゃんと置いてくださいよ。なんでそんな。よし、まあええやろ、そこまでは。よし、行くよ、よーい、スタート。命がけなんだよ。6、7。ただいまの記録は13秒でした。なんで、なんで8、9やったやろ。いやいや、10秒超えとった。でもチャレンジ成功、イエーイ。はい、というわけで今回は幼稚園1月号の牛丼作りゲームをやってみました。このやっぱリアルなところがいいよね。うん、本物の写真が使ってあるから。やっていい。うん、もうこのお鍋に入ってる肉とその玉ねぎ、これをもう好きなだけついで食べてみたい。ふーらー、また今度牛丼食べに行きたいと思います。それじゃあ次の動画もまた見てね。バイバーイ。チャンネル登録はここです。他のおすすめ動画もここに載せておきます。コウキ TV をまた見てね。